はい、どうも、フメデオです。今回ですけども、マレウスドラコニアの、使い方講座になります。で今回は、まあ、1億を出すコツやっていきたいと思います。まあ、自分も最近ね、ライブでちょくちょく練習してて、まあ、1億も割と安定してきてるんで、まあ、ちょっと紹介していきたいなと、コツ含め。はい。まあ、コツはね、まあ、2つかな。2つくらいしかないです。まあ、とりあえずもうマッハで消しましょうっていうところですね。3チェーンを。っていう感じっすよ、大体。そんなもんしかないっす。見せてやるわ。で、まあ、こういう盤面、なりますけれども、まあ、基本的に、じゃ自分がどうしてるかっていうと、この、左下のサイドと右下のサイド、ここをひたすらマッハで消していく感じっすね。で初動の盤面は基本的にここ消した後に上も消していくんですけど、まあ、ここ消して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 ですね。でこら辺うまく消せなかったら、中央のところ、消していってっていう感じでやってます。で基本的に3チェーンじゃないと、消去しすぎてしまってタイムボム狙えないので、そう、チェーンしすぎないっていうことが、まあ、一つコツですね。で、これ盤面全部消し終わってからはですね、どうやって消してるかっていうと、まあ、基本的にね、右手はちゃんと丁寧に消して、左手は、利き手じゃないんで、もう結構適当に消してます。はい。で、感覚で消してるんですけど、まあ、自分は色の感覚で消してて、まあ、今回で言うと、まあ、この、マックインか、と、まあ、この指数が割と見やすいと思うんで、まあ、ここで言うと多分ここが、まあ一番早く左側だと目につくので多分ここ消しに行くんじゃないかなと途中で降ってきた場合ですけどねっていう感じですね。あとは大体網羅するのはこっち側右全部半分ちょいぐらい網羅してこっち側は左手でできれば網羅しようという感じの意識でやってます。まあ3分の2右手左手3分の1みたいな感じですねでやってます。はい、っていうところですね。あとは、フィーバーが切れた時に、まあ、できればボムキャンして、すぐフィーバー入れるようにっていう意識はします。はい。まあ、ボムがないとね、ちょっと無理なんだけど、はい。まあ、こうやって、短いチェーンでね、タイムボム狙ってるんで、ボムは下の方に多分余ってると思うんで、その辺をね、もう、ボムキャンしていくと、まあ、割と、はい。早く、フィーバーインできるんで、っていう、感じです。はい、ということでまあ、ちょっとやってみましょうか。どうするこれ。削除でいい。何これ何これ。ビクッた。バクったかと思った。でも基本的にさこのマイツム。今ボムキャンしましたけど、そう光ってるツムがやっぱ一番見やすいんで。まあ、左手なんかは引っ張ってるところをやるといいんじゃないかなと思います。そう。まあ、でも感覚なんで、結構適当っすよ。全然なぞれない時もあるし、まあ、なぞれなかったらなぞれなかったで、みたいな感じでやっちゃってるんで。いや、今、こんな感じでやってます、大体。めっちゃ溜めてる。ちょっともうちょっと集中してやりたいですね。一応これ一通り全部やる？プレイ。1億いけるかは知らんけど。いや、今もう49秒だ。ちょっときついな。やり直して1億ちょっと頑張ってみるか。そうしましょうか。ちょっといけるかわからんけど1億頑張ってプレイしてみたいと思います。
てやろう。
Ha ha ha!
せてやろう。見せてやろう。身に包まれ、くじけそうでも今日よりも。